24年目の大足おばあちゃん。長浜市湖北町山本にある山本山。冬になると1羽の大足がやってきます。通称山本山のおばあちゃん。推定年齢30歳以上の高齢の大足さんです。アミンチュプロジェクトでもこれまで何度か撮影に成功しています。今シーズンも2021年11月19日に山本山にやってきたのが確認されました。大鷲さんのいる山本山に取材に向かったのですが、雪。撮影日は雪で大鷲さんの姿を確認することはできませんでした。ライブカメラもご覧の通り。湖北野鳥センターの上田先生にお話を伺いました。大鷲さんについて教えてください。今年来てくれたので、24年連続になりまして、で24年前に成鳥でしたので30歳以上と、国内でも、これだけ高齢のその大鷲は、今まだ観察されてませんで、国内最高齢というふうにうちでは言わせていただいてます。11月の19日に現れました。いやーもうね、ほんまに職員みんな一度本当にホッと一安心しております。この時の冬鳥の一つでして、繁殖地はカムチャッカ半島から、オホーツク海沿岸、が、基本になってまして、その辺りから渡ってきます。この鳥は、大体渡りのルートが解明されてまして、陸の鳥ですので海の上は休めないですので、どうしてもやっぱり陸伝いに来るしかないので、オホーツク海をぐるっと回った形でやってきますので、その遠回りした道のりを考えると、この鳥も3000キロから4000キロ飛んでまして、意外と長距離ですね。どういうつもりで来てるのか分かりませんが。大鷲さんは滋賀に来てどんな風に過ごしているんですか？日中はずっと琵琶湖の湖面の魚を探してます。で、見つけたら捕まえて、もう一遍山に戻って食べるというふうな日中の生活をしてまして、で、夕方になったら最後は寝る場所に戻って寝て終わりと。だいたいね、2キロぐらいの範囲の、琵琶湖の湖面の中の魚が見えるみたいで、山から探して飛んでって、で 2,3 分の間に持って帰ってくる。まあこれも見てて、うちで実感できるんですけども、本当に驚異の視力をしてます。野鳥センターから山本山のその大鷲が止まってるところまで直線距離でだいたい 1.5 キロなんです。で、多分また青いのが喋ってるわって思ってる。もう朝何時に起きたから、夕方何時に寝るまで、ずっとこちらから観察をしていますので、もうお近くに来ていただければ、どうしてるって言って聞いていただければ、もうつぶさに教えさせていただきます。今シーズンは3月まで山本山に滞在し、3月3日の朝に北に帰っていくのが確認されました。また次の冬にも元気な姿を見せてくださいね。